ではそろそろ、始めていきたいと思います。本日はようこそお越しいただきました。本日は、レボリューションプラスワン上映会、あとその後に足立正夫監督の、とのトークライブを予定しております。上映に先立ちまして簡単な挨拶と、進行、あと注意事項などをちょっと説明させていただきます。私は、本イベント主催者の小金井平和ネットの山内と申します。よろしくお願いいたします。小金井平和ネットなんですが、名前の通り、小金井市を中心として、戦争のない、平和な世界を目指して活動している有志団体です。主に、憲法問題とか、あとパレスチナ関係の問題の、上映もしくは講演会などを主に行っております。もしご興味のある方がいらっしゃれば、気軽にスタッフ、私まで、声掛けをしてください。で、この後の進行なんですが、まずレボリューションプラスワンの上映、それで8時半ごろ上映終了いたします。でその後10分程度の休憩を挟みまして、8時40分頃から、30分程度の予定で、足立正夫監督のトークライブを予定しております。でトークライブの方はお手元の資料の中に質問票があると思うのですが、こちらに質問とか感想を、書いていただいて、それをもとに、足立監督にお答えいただきながら進めていきたいと思います。本日超満員で、当日券も、ほぼほぼ売り切ったという形で、資料もちょっと足りない方がいるかもしれないんですが、もう裏面にでも書いていただいていいので、ぜひ、ご協力お願いします。あと筆記用具も、ちょっと受付の方にありますので、それを使ってください。コロナもね、一応、一区切りとなりましたが、せっかく、こうやってみんなが一堂に会して一期一会の会を、やれるということを本当に良かったと思います。であと今回メディア関係なんですが、共同通信さんと IWJ が取材に来ています。撮影録画は登壇者のみの形としておりますのでご理解ください。あと注意事項ですが、携帯スマホは上映中は、電源オフで、その後もなるべく、オフかマナーモードでよろしくお願いします。あとマスクに関してはもう今回は自由と各自の判断でよろしくお願いします。で会場内は飲食禁止となっておりますので、水分補給程度でお願いします。ここですね。あと本日の公演は演出上の都合により開演中に誘導灯は一時消灯いたします。なお非常の際には誘導灯が点灯いたします。あらかじめ非常口をご確認いただきますようお願い申し上げます。と以上です。それでは上映の方をスタートしますのでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ではこの後10分ほど休憩に入りたいと思います。それでは始めたいと思いますが、いかがでしょうか。質問票まだもうちょっと書いているっていう方、大丈夫かな。はい、では第2部として、足立正夫監督をお迎えしてトークライブを始めたいと思います。どうぞ拍手でお迎えください。で言い忘れましたが、今回、こちらのトークライブの方の進行は、東海の、佐藤が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。足立監督がですね、皆さん初めてお会いになる方もいらっしゃると思いますが、映画にちょっと出てらしたの気がつきました。小野田紀美さんの、ああそうですね、安倍晋三後援会で、うん、非常にあたかも安倍さんがこう壇上で喋ってるようなうまい使い方で、一番後ろの席で赤いシャツ着てですね、サングラスじゃなくて眼鏡かけてる人が足立監督でした。あれはですね、こういうとこからカメラが座ってるでしょ。カメラマンに裏切られた。カメラマンに裏切られた。カメラ裏切られて。肩が あのポジションに肩が一つ入ってほしいとか言われて、肩ねって言うんで、肩だけ見せるつもりで、ところが私は日頃カメラの脇を離れないんですけれども、肩を入れるために僕映った間にカメラマンがグッとポジション変えて、私の全身を取り上がったというはめられましたね、それで OK としてしまったので他に変えることができないので仕方なくあのまま使ってますが、それでですね、いや皆さん、会場の皆さんから質問が出ないと困るなと思って、私質問用意して渡したじゃないですか。ところがいっぱいいい質問が来ましてですね、ぜひそれを、時間の許す限り全て監督にぶつけたいと思うんですね。はい、そうですね。私も別に私が喋るんではなくて、見てもらった意見を伺って、そこで少しでも交流できればっていうのがいつもテーマでやってますので。ということでですね、30分の枠ですので、結構これだけ来てますから、一つの質問に対して長いとですね、全部読み切れないので、その点よろしくお願いいたします。はいはい、いくつか来ているのはですね、リボリューションプラスワンのプラスワン、これは何を意味しているんでしょうか、山上さんあるいは私自身でしょうかという、そういう質問が2つ3つ来ております。はい、まずタイトルに込められた意味ですね。はい、はい、3つ4つの意味を込めてました。一つは山上さんがやったことは革命行為でも何でもないと、革命行為からは違うものであるというのがありまして、その含みを持たせたこと、それから、実際に山上さんがやったことで何か革命が起こるのかって言ったらそういうこともないと、むしろ革命をやるんだったら例えば山上さんがこういう事件を起こさざるを得なかったことを反映した私たちに問われたことからしか始まらないという思いですね。それから多少私的なことを言いますと、私もテロリストとかなんとか言われて長くやっております。で、私も革命をやめたつもりは全くないというのがあります。ただしこれまでのやり方では何の前進も作れなかったという反省もあります。ですからプラスワン、これから新たに一歩を進めようというようなつもり、そういったものを全部込めたんですね。なるほど、ありがとうございます。それでちょっとこの方の質問シートを、あと2つあるんで伺いますけども、まとめて2つ伺います。次回作は決まっていますかという質問と、足立組に入るにはどうしたらいいですかという質問です。はい、次回作ってのは実はこれ6年ぶりに作ったとか言われてるんだけど、毎年映画企画なんて作っても私に制作資金を出すような人はいないので、その都度ポシャって6年かかったということがございます。それだけのことです。それから足立組ってのは試験があります。
日本酒で言えば駆けつけ三昧がやれれば足立区民に入ることができるというようなところですね。あとですね、これも私も、伺いたいと思ったし、何人かの方から来てるんですけども、星になるとか、星になるという、表現がいくつも出てきます。で、山上徹也は今救われたと思いますか、星になったのかという質問とですね、それから別の方からは、星になりたいという思いは足立さん世代の男の発想のような気がします、山上君はむしろ灰になりたい、最悪の事態をゼロに戻したいという思いだったように思えます、山上君は革命からは遠い存在なのではないでしょうか。この最後のところは今足立さんおっしゃった通りなんですけども、星になる、星になりたいというのは、京都大学で山上さんの父親がですね、たまたま麻雀をしてましたけど、あれは岡本幸三さん、誰でしたっけ、実はもうお年寄りの方なら覚えてらっしゃる、1972年の5月30日に日本人の三青年がパレスチナ解放闘争の戦いの一環として今でいうテルアビブ国際空港ですね、あそこは常に軍、半分以上が軍港なんですね。だからそこへ決死作戦を担って、その人たちが自分たちは日本の中では非常に敗北的な状況を迎えてた連席の同士殺しの問題や新政府の分派の連続とかそういう問題も含めて、つまり戦う者には戦闘で死ぬ権利を維持しようと、しかし仲間を一人も殺してはいけないというところを、そういうことも示そうというような思いも込められて、その決死作戦が実行されたと。なおかつ彼らは死してオリオンの三つ星になるという3人の決死作戦ですよね、死してオリオンの三つ星になるというようなことを、軍事法廷で岡本幸三君という生き残った人が証言でもそう言ってますけれども、それらはほとんど日本には伝わらない状況でした。アラブではみんなそれらが全部報道されたりしてたんです。で、そこで彼らは星になるという明確な解放闘争の中で自決する意思と一体にそういったものを持ってたけれども、山上君はその決死隊に入った3人のうちの1人、安田康君とお父さんが京大工学部で同級生で過ごしたっていう時期もあり、安田康君の方は自決をした、お父さんの方は工学部を出て後で結婚する女性との親父の会社に就職して、トンネル掘りや地質調査ばっかりやって疲れ果ててる中で自死した、つまり自殺したんですね、でそのお父さんの日記を見ながら、自分のお父さんはじゃあ日本人の三青年がテレアブで突っ込んだように星になるとも言ったようにしてるけど、お父さんはどういう星を目指したんだろうかというようなところから、自分が星になれるのかという思いをこう抱く、でもどこの星なんだ、そんなの分かりゃしない、なんか理想に向かって何かやるということもほぼできない、知らない、そういう中で星になれるのか、どこの星を目指したらいいのかっていうのが、少し実は山井君のおじさんっていうのがそのことをお父さんの方から聞いて知ってたんですね。でそれを山上も知ってるには知ってるわけです。
だからそういうようなことを反映させてやるんですけど、そこに肯定してもしょうがない。むしろ山上さん自身は自分をどういう具合に言っているのか分かんない、そういうところで星になれるのか、星ってのは何億年も前の光の繁栄の現在、つまり自分も見つけられない時に何にも分かんない抽象的な存在としての星、なおかつその星はこんなにあるわけですよね。その中のどこに行っていくか分かんないって、そのぐらい何も分かんない閉鎖状況、その中で徐々に自分を見つめていく、あるいは自分がなぜこうなってるかを見ていくというところから、なぜ兄が山上さんね、 お兄さんがまた自殺せざるを得なかったのか、からそういったことに対してお母さんがどうやってきたのかというようなところで、星になるっていうのはね、ボロクソ言いましたよ。そんな実はあの途中まで映画のタイトルは星になるっていうんだったんだけど、有名なジャーナリストかなんとかがこう言っていて、今の若者にそんなね、あのロマンチックなことは通じないよって言う具合に批判されたけれども、それはあのテーマとして残したっていうのがあります。はい、ありがとうございます。あと、まあ、最後に出てきて、まあ、おそらく足立監督のメッセージを語ってるような気もする妹さんについてのですね、あの質問が何人の方から来てます。一つはこの映画で妹の存在ですが、これは制作者の、まあ、あの作った方々の壊れた家族への希望を描いたのですかということと、それから妹の視点でそのリボリューションプラス2を作ってほしいですという、これはリクエストですね。で最後に、あの最後の妹さんのありようは素敵ですが、本当の妹さんには会われたまたは取材されたのですかという、そういう妹さんに関連しての質問がありますので答えください。はい、あの、まあ、正直言いました。実際に山上さんには姉が一人妹が一人いて実在する人ですね。それであの銃撃事件を起こして以降、非常に世間と向き合う仕方が問われているので、一切の接触を絶ってますね。それでもあの僕らこうやって映画を作って、お兄さんのやり方には反対するだろうということが、過去のいくつかのこぼれ聞く事実なんかも含めて言うと、非常に映画の中で描きましたように、非常に自分をまず尊い頃から生きてるから、なんか山上さんよりも非常にしっかりしてる人物に見えるくらいのところがあります。それから同時に、お兄さんとはそういう具合に距離を置いて生きてきたんだけれども、最後に山上が銃撃を起こした後、そのニュースを逮捕されるニュースを見て言う妹のセリフは、私そのものが吐くようなセリフです。つまり兄の山上さんが自分に本当に正面から向かい合った結果起こしたことであると。だから事件そのものは犯罪として同意できないけれども、自分に向き合って生きるということを選んだことを尊敬すると、うん、ただしこの問題を起こしたのは統一教会とかそういう問題を出す前に、そういったことを全部許していたこの現代における諸矛盾の一番犯罪的なものは何かというところで、政治を変えないといけないとかそういうアバウトなことを言うんではなくて、妹のセリフとして僕が込めたのは、政治家を変えないといけないという言い方を選びました。でそれはあの実際に彼女がそういう発言をしてるわけでもないから、
本当は許されないことなんですけど、それからもう一つはその後自転車を漕ぎながら明日面会に行くけど何を差し入れるかななんていうセリフがあったりします。でこれも映画が だいぶ出来上がったところで聞いたら、木本さんが山上さんに漫画本を、おそらく日本の歴史、漫画日本の歴史だと思うんですね、それを大量に差し入れたという情報が後で分かったりはするわけです。だからそういうところにじゃあどうすべきなのかってね、今これからみんなが本当に自分に向き合って考えればいいことだろうという具合に考えてやりました。だからできるだけ妹さんにこの映画を作ってなんか問題が発生しないようにするとかそういうことも考えないといけないんですけれども、この映画は別にドキュメンタリーで真実はこれだっていうのを言ってるわけではなくて、僕たちが山上事件をどう捉えるのかということを訴える、その側でやることは許してもらおうという具合にはしていたわけですね。それからレボリューション2を作ったらどうかって、実はちょっと長くなってもいいですか。あ、どうぞ。この映画を全国の映画館35館ぐらいは上映するんですが、その中で私もこう日本の今の映画の上映の仕方って非常に硬直してるんですが、監督とか主役の人が行って舞台挨拶をして上映して終わるって、僕はそれはやんないと。上映した後アフタートークで見た人の話を聞きたいと、そこから勉強しようって。だからアフタートークをやって回ってるんですが、アフタートークで話にも来ないじっと待ってる人たちがいるので、それらを終わって聞くと自分は宗教2世であるって、そういう人たちが本当にたくさんいました。でそういう人たちが言いたいのは、正面から描いてくれて非常にありがたかったと、自分の問題として見ることができたということ、それからもう一つは少し年取った人は宗教2世として苦労していた内容を、実はあのシーンの3箇所ぐらいからもっと深掘りしてほしかった、宗教問題ということをもっとこの続きとして描いてくれますねというようなことを言う。それからさらには映画を見に来てあと黙ってる青年なんですけれども、どうなんだって言ったら、いや自分は統一教会とも関係ない他のカルトの2世なんだけど、そこを抜けたと。だけど自分が何者か、あるいは自分をどういう具合に表現したらいいかとか、そういうことは一切分かんなくなってる。だから自分を見つけるということはそういう具合に考え直すということだから、この映画を見て何か言葉が発せるぐらい自分を見たいと思ったという具合に言ってるんで、あんた今話してるじゃないか、もう第一歩を進めてるじゃないかというようなことを言ったりするというのが私非常にありました。それからついでに言いますと、この武蔵小金井でこの映画を上映してもらうという重要さは、僕は主催者の側にもっと声を大にして聞いてほしいんですね。この中央線沿線、統一教会の地方支部がいっぱいあります。本当に苦労してるいっぱい人からげて、そういう呼び方はしてはいけないんですが、宗教2世の人たちはいっぱいいます。でそういう人たちがいる中で、映画館ではなくてこうやって開かれた場所で上映するっていうことの意義を僕は非常に重要だと思って、今日みんなの中に参加させてもらってます。僕は何をできるわけでもないけれども、そういう具合に今日こうやって見てもらった人の意見を聞きながら話すっていうのは非常に重要なことだったなと思ってます。それからレボリューションプラス2を早く作れっていう話はいくつもいただいてるんですけど、そう、妹さんの意見そのままやってくれとかね、もっと統一問題を追及してくれとか、でもそれは僕は常に答え、それは若い人にやってもらってくださいと。
そういう意見を言ってくれる人たちでぜひ続けてほしいと、はい、そうすればこのレボリューションプラス1なんかよりも素晴らしいものが必ずできるに決まってるじゃないですかね。皆さんそう思うでしょ。それに拍手をしてやってください。今日結構若い方もねいらっしゃいますんで、ぜひ、はい、それでですねちょっと大元の質問になりますが、山上容疑者のどこに興味を持ったのか、この映画を作った動機はという、まあ、ところに戻るんですがいかがでしょうか。はい、非常に重要な質問の一つでもあります。僕も銃撃事件があったということを、その直後に安倍が死んだということ、それで僕もショックを受けたものの一人です。二つの意味で。で、テレビニュースを繰り返し見ながら思ったのは、これは山上さん本当に個人で決起してね、ここまで追い詰められた自分、あるいは自分を撃つつもりで安倍を撃ったなというぐらいに非常に明確な動機は怨恨であり個人的な決起であるというね、非常に鮮明なものがあったわけですね。こんなに鮮明な事件が最近あっただろうかと思うぐらい鮮明で、これはやはりぐちゃぐちゃにされる前に映画に作らないといけないという具合にもう2日後ぐらいから考えてました。同時に僕は安倍が殺されたことを非常に残念に思ってたんですね。しまったと思った。というのはアメリカでトランプ大統領が大統領になり安倍が首相になり2人でやり始めたら、このデタラメ男2人組がですねいろいろ世界をこう操作していく上で必ずボロボロにボロが出てくると、つまり今までは裏政治とか陰謀とか言われてたものがどん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 浮上してくるだろう。そういう意味ではもう現在の政治の質っていうのがそういう具合になってるので、これは黙ってても僕らが知り得なかったことが実際の事実、それも大昔の事実ではなくて今行われていることに関する事実が出てくるであろうというんで、僕は非常に喝采を送った覚えがあるんです。それが安倍が殺されることによって全部蓋がされてしまうということで非常に残念だなという二つの思いがありながら、その上でとにかくこれは特に山上さんの銃撃の動機なんかがぐちゃぐちゃにされる前に、まあ映画っていうのはそれはドキュメンタリーの方法もありますけど、私みたいに自分のイマジネーションだけを頼りに作り方もありますよね。だからこれを早く正確にやりたいと思って撮影を始めたんですね。そしたらその今の岸田首相っていうのは国葬にするってんで、これは頭に血が上って、そんなことを許してなるものかと、国葬反対ということのためにだけでもこの映画を作ろうというような激しい思いに駆られたりしました。はい、今の、映画制作動機にも関わるんですけども、こういう質問が来ております。主人公は次女が機能せず、共助が機能せず、公助に頼ったがそれも機能していなかった、その絶望によって犯行に至ったと感じた。この映画の目的や見てほしい人がいるとしたらそれは何、誰ですか。そして今回のような自力救済以外に、まあ、これを自力救済と呼ぶかどうか悩ましいですが、何か方法はあると思いますかという質問です。非常に哲学的な質問で、僕みたいな単下馬人間というか、そういう単純な判断を最終的に下さないとどうしようもない人間にとっては眼蓄のある質問でありがとうございます。ただ質問されている内容よりも非常に明確なのは、
山上は常に孤独であったと。多少家を通じたお兄さんも自決するし、妹も反発をするし、一切話が通じない母親という中で、例えばクラスメートとかそういったものとどういう、あるいは友達とかがいたのかと。高校時代には応援団長と呼ばれるような応援を一生懸命やったこともあったんだけど、常に一人であった。じゃあ山上がディスコミュニケーションをそんなに耐えてたのかと。だから他の意味でこの映画について、SNS では山上さん非常に多弁でいっぱい書いてると。あるいは安倍襲撃をやる前にはそれこそラストレターに等しいようなものを SNS で信頼している人に A4 のペラ1枚で書いてるんですね。それは本当に総決算をするような自分の思いのね、非常に素晴らしい文章で、本当はここに皆さんに配りたいぐらいのね。それは前日の7月7日に岡山市内で投函したジャーナリスト米本和弘さんへの手紙ですね。です、うん、でそこにはこう書かれているんです。私の一生を歪ませ続けたと言って過言ではありません。統一教会ですね。一方で苦々しく思っていましたが、安倍は本来の敵ではないのですとも書いてありました。だからあまり世間でははっきり襲撃事件当日のことを言ってないんですけれども、彼は岡山での襲撃を諦めて自分の住んでる大和西大寺でやるっていうのは分かったので、そこへ急ぎ戻って、それで当日時間を待って襲撃撃つわけですが、2発発射して1発目はですね、空に向けて撃ってるんですよ。反白だって、つまり統一教会の聖母さんと言われている文政明が亡くなった後の親分ですね、その名前を叫んで空に向かって撃って、その音で周りがいなくなれれば安倍元首相が正面から撃てるということで撃ってるんですが、そこに現れているように非常に自分に向かって銃を撃つぐらいの気がないと人なんて撃てない、同時にその怨念の深さをそこで表してるんですね。ハン・ハクチャ、もうこれに全てが出てるようなところがあります。だから僕その国葬反対で上映して待ってる段階でもいろいろ勉強した人たちが発言してくれました。 SNS では非常に多弁な山上さんのそのツイートした内容をなぜ直接反映しないのか、今佐藤さんに読み上げてもらった山上の最後のレターともいえるものをなぜ使用しないのか、じゃあそのツイートの分析とラストレターで映画にすればいいじゃないかと僕は思うんですね。僕はそんなことを使ってたら映画作る意味がなくなると。つまりそこに至ってるものを僕のイマジネーションの側から作って提案するというところにしか意義はないし、映画表現というのはそれが自由にできるというところに良さがあって、それ以外のものは何もないわけですね。ただし面々とこう積み上げるとこんなになるぐらい山上さんというのは書き綴ってるわけですね。じゃあそこで書いたものはほとんど自分の気持ちも書いてるだろうけど、一言で言えばそういうところに閉じこもってる男は本音を書くだろうか。つまり本音をなぞってるようなものはあるけど本音はないじゃないかっていうのが僕の理解なんですね。そういうことがあって、そういうものを使わないけれども、実際には質問にあったように彼は例えば映画ジョーカーの主人公に続婚、
自分を入れ込むぐらいの気になる、ね、これもあのディスコミュニケーションの中から世間では狂気の世界と言われるようなところなんですけど、山上さん自身は一人で彦世なんていうの正規労働者になったことはないわけですね。だからそういう中で仕事してこれを食いつくために働いてるだけの自分というものに対してどう見ていくかということがほぼ重要なポイントになるので、僕は映画の中ではそのポイントを自分で見つけていく内容だけは外さずに描いたつもりなんですね。だからいろんな人が言います、山上は本当に友達一人でも作れていればこういうことにならないとかね、あるいは鈴木エイトさんねってのは SNS で連絡してたんだけど自分が山上の襲撃事件を防げなかったっていうのを反省なさったりしてるけど、山上の銃撃を行うというその動機と確信みたいなものは鈴木エイトさんとコミュニケートして SNS でコミュニケートして成立するかってそんなもんじゃないというのが僕の方にあるわけですよ。だから絶望の塊のまんま安倍ごときを撃っても何の解決にもなんない、それはどうでもいいんだと。だけどこれは大事件になって問題になるでしょうと、でも私はそれは関わりないとまでちゃんと書いてあるわけですね。そこに現れているように後も先もなくて、僕はそういう表現がうまくできないので、うん、俺は撃った後俺は星になれたのか なってるのかなって、なれるわけないじゃないですか。でもそう思いつつ彼は今命をつないでるだろうと、実際なんかあの山上原型嘆願の署名を送っただけで、ね、地裁がこれは爆弾だなんて言って警察の自作自演かと思うような事態がこう進んでるわけでしょ。本当にふざけてるわけですよ、まあ、署名1万3000筆が箱に入ってたようですけどね、送った方は宗教2世の方だったと。送り方はまずかったかもしれないけど、これは爆弾なってだって言って騒ぐことによって何を打ち消したいんですかね、まあ、そういうような時代ですから、質問にあったような哲学的な内容に全てを答えることはできませんが、僕の方はそういう具合に端的な現実の側から全部答えていけれるんではないかと思ってます。あの映画を見ながらあの感じたのは、まあ、今ローンオフェンダーという言葉が使われてますけども、1976年にマーチン・スコセッシがタクシードライバーという作品を作って、あるいはベトナムから帰ってきた青年がですね、社会に適応できず不眠症で苦しみで上院議員だったかな、一回狙おうとするんですね。でそれはあのやはり彼の狂気というようなものがあの作品からにじみ出るんですが、この作品を見てると決して、まあ、映画の中では川上あるいは実際は山上さんがですね何か狂ってるというようなそういうこう感じは伝わってこないんですね、まあ、あくまでも孤独であり絶望の中にあって、で自分の家庭自分の人生家族を壊したものは統一教会であり、それを支えたのは、岸から始まるあの安倍晋三に至る 一族だという非常にある種合理的なことから、まあ、そういう事件を強行するっていうか、足立さんの言葉でよれば決起するわけですよね。それは割と意図的にそういうふうにやっぱり描かれたんでしょうか。初めて佐藤さんが今意見言いましたね何かちょっと言っとかないとと思いまして、いやいや、あのこれを社会的な現象とか、うん、そういう問題としてまず考えたら
それこそスコセッシのタクシードライバーとかジョーカーとか融和のこう俯瞰的な視点を一旦決めるわけですね。その上でその中身を描いていくという仕方をしてるんですが、私の方はそれを許さなかったっていうのがあるんですね。これは普通の青年が追い詰められて自分も分からなくなって自分も発見することっていうのは、このこれだけ怨念を溜めてるやつを襲うことによってしか解放できないと思ったと、この一点しかないわけですよね。だからそれを正直に、いや他にも映画監督いろいろいてそういうのを描いて、それに近いものを描いてもらいますよ。 ポニア&クライドとかさ、いろんな犯罪についてはいろいろある。だけれども僕は山上哲也の場合はそういう問題ではなくて、これは普通の青年が生きようとしてもがいて追い詰められて最後は自分を打つつもりで事件を起こしたという、このポイントが大切だと思って、あのじゃ あのいろいろ質問されました。山上さん自身がタクシードライバーとそのジョーカーというこの2つの映画は非常に大好きな映画だったんですね。そう本人も書いてるんですけど、だけどそれは自分と違うっていうのがどんどん分かってきた結果襲撃に至ったと見てるんですね。なるほど。ではちょっと時間も押してきましたので、あと3人の方をですね、質問を次々に質問していきたいと思います。まずお一人は、私的には共感する要素満載でした、今のところ右の人からのクレーム攻撃は大丈夫でしょうか。で、韓国での山上事件の反響はどう感じたでしょう。韓国行って楽しかったこと、心に残ることなど、なぜ韓国なのかちょっとよくわからないんですが、最近の青少年を知る上で何か調べたり取り組んだことはありましたかというご質問です。まず第一点ですが、僕は日本政府が旅券を出さないので外国に行けません。だから韓国はプロデューサーをはじめ主演やってくれた田本君が全州映画祭っていうのに招待されて行ってきました。素敵な韓国版のレボリューションプラスワンというポスターまで作られて、好評の中に入るんじゃないでしょうか。だから韓国は統一教会をビジネス集団と見てるから宗教の問題とは見てないっていうのが根本的に違う問題としてあったりするんですけど、そういうことはさておき、なんだっけ、一番重要な質問は右の人からのクレーム攻撃は大丈夫ですかという、上映する前ではね、する前までは非常に炎上するぐらいあったんですね。それで炎上してる時にも非常に政治主義って、国産反対って言ってるわけですから、それをこの本編にはついてませんが、イベント用に国産反対で何月か上映するのには最後に映画制作したスタッフキャストがみんなで国産反対という署名がダーッとこう流れるというようなもので終わるようなイベント版っていうのをやったりしてたんですね。ですからその間は非常にボロクソ言われたり、非常に論理でもないやけくそのやじってのはいっぱいあったんですけれども、実際に上映が始まったらですね、みんなは心配したんですが、なんか凱旋者が来ることも ないし、それから僕は親しくしてて、その国産反対で上映した時にわわさばいた宮台哲也は、いや宮台真司は暴漢に襲われるし、で監督もやばいんじゃないかって言われて、みんな護衛をつけるとか何とか言いましたが、元テロリストをね襲撃してもプラスには絶対ならないから、そういう心配は全くないと。一切のクレームつけたり嫌がらせっていうのはなくなるんですよ。でそれはね、一つはなんか奥深いところでこの統一教会問題、自民党
歴代自民党指導部と統一教会の癒着っていうのをこれ以上表にさらしたくないという思惑がどうも働いているようで、いつも騒ぐ、ね、日本会議とかそういうものがダミーを使ってどん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  SNS を炎上させたり、親米右翼のヤクザ集団みたいなのを使って凱旋者を映画館に派遣して潰すとかあったわけですよね。だからそういうのないです。だから実はこのそういうものに関係なく、こういう開かれた会場でやったら普通はやばくなるっていうのが普通なんですけども、そういったものが一切ないわけですよ。いや、まあ、それは予測してた通りなんですが、それをどういう具合に 見たらいいのか。つまり一巻だけデパートの中にテナントで入ってた映画館はデパートのクレームもあって、あるいはデパートに迷惑かかったらいけないので泣く泣くやめたわけですよ。で、僕はしつこいからもうだいぶほとぼりも冷めたから、これから鹿児島のその映画館に上映に行こうと思ってるんですよね。もう誰もクレームつけませんよって言いながらね、それ以外にお礼を言いに行きたいと思ったりして。はい、わかりました。次はですね、かなり映画好きの方だと思うんですが、高橋晩明のタトゥー姿勢あり入れ墨ありですねと構成が似てましたが影響とかありますか。あちらは政治的な主張は全くありませんでしたが、という。実はある映画雑誌で映画芸術って言うんですが、僕がこれを作り終わり、高橋晩明が朝までベンチでってのあるでしょ、夜明けまでベンチでか、という映画を作ったんですね。これは非正規労働者の苦労と、それで落ちぶれていった女性がたどり着いた新宿中央公園みたいなところで出会った人たちと爆弾に手を染めてやってみたり、その映画は最後に国会が爆破されたりするんですね。で、僕の方はこのレボリューションプラス1の映画を作ったばかりだから、そう2人で対談したんですね。で、お前のは国会、高橋に言ったら、国会爆破しても非常に美しい絵で撮ってるから許されるのかって言ったら、いや、それは足立さん、俺とあんたの人柄の違いなんだよ俺の方が許されるんだよなんて言うし、もっと言うと実は彼は宗教家でもあるから宗教論争を永遠とやるんですけれども、まあ、それは雑誌には載せられないレベルまでやったりするんですが、で、結論として、俺は宗教に、宗教はファナチズムでどうしてもいろんな働きかけを受けてもダメだったんだ、お前なんでそんなんなんのって言ったら、彼も新作で挫折して空っぽになった時に出会った早朝の清掃運動から宗教家になったりしたわけですよね。で、俺はそういうことをやっても宗教には入れないなって言ったら、それはお前が感受性が鈍いからだっていうわけですね。これ便利な言葉ですよね、感受性が鈍いって。そう言えれば俺は全てに鈍いような気はするけれどもお前なんかより数段感受性は鋭いんだバカ野郎なんていうようなこう話になったりするんです。そこで言いたいのは、彼の良さ、あるいは僕のようなぶっきらぼうなやり方のやつ、そういったものはそれぞれあった方がいいんですよね、うん、答えになってるかどうか分からないけど、はい、そのぐらいにします。はい、ありがとうございます。最後なんですけど、まあ、映画とも関連するんですが、まだ明るみに出ていないカルトの問題があると思うのですが、どう思われますかという質問です。その一部はすでに映画を作って上映している間だけでも出ています。だいたいガセネタを流して
カルトの問題を早く終わりにさせたいのは統一教会だけじゃないですね。日本会議だけでもない、警察権力そのものがそうですね。ここで断言しておきます。あるいはそういった問題はいくつかあるんですけど、こういうところで暴言を吐いてもいけないし、実証的に示さないとどうしようもないから省きますけど、宮台真司が襲われた時、襲ったやつはもう2時間後には韓国に帰ってるだろうなんて僕なんかはイメージしました。あの女捕まりません。捕まったらもうすでに鍋に伏してこのぐらいの骨になってますと。何にもそれが襲撃者のものかどうか分かんないレベルまで全て省略されてるんですが、その襲撃者はエホバの証人の敬虔な信者の両親、その信心が足りないし一緒に住めないのでしょうがなくて引きこもりのようなアパートに住まわした。ところがその引きこもり用のアパートを近所の人が、いや定期的に若い男女の笑い声とか談笑がいつも聞こえました。でそれをよく一部調べた人が見ると、それはエファの商人の伝道拠点、そんなの引きこもりの青年が一人で住むところじゃないでしょう。だけどそう説明して、そう説明して警察はテントを始ない。じゃあエホバの証人の信条から言えば首吊りも許されないだろうし、ダビに伏すことも許さないはずですよね。そういうのはもうすぐバレることをね並べながらやってると。じゃあ警察はなぜ調べないんですかというようなことはありますね。ですからそれらについては今後実証的な問題として取り上げて話しないとしょうがないんですけれども、実際には統一教会問題、自民党と統一教会の、ね、二人三脚問題をもう終わりにしたい、あるいはその間実質は調査捜査までしていたけれども政治勢力に屈してやめた警察権力、それが辻褄を合わせようとしていることでしかないと。概略はその程度ですよ。そんなつまんないことがこうはびこってるわけですね。これはこの問題だけじゃないだろうと思うので、ぜひ今後の実証的な、あの僕はスキャンダル大好きだけど実証的な、はい、進展を待った方がいいかなと思います。はい、ありがとうございました。時間がですね9時36分になりまして、ここはあのご存知の方多いと思いますけど10時には完全撤収しなければなりませんので、あのこの辺で終わりにしたいと思います。では改めまして足立監督にあの盛大な拍手を。どうもありがとうございました。ありがとうございました。とても素敵な質問意見をありがとうございました。どうもありがとうございました。ですね、時間が最初の機材トラブルもの関係もありまして押しております。物販の方なんですが、今日のパンフレットと、ブックが、外で撤収しなきゃいけない関係で外で販売となります。それで、時間の許す限り足立監督もサインをしていただけるというふうに話を聞いておりますので、外の方でよろしくお願いします。あと今後の当会の活動のためにアンケート、あとできればカンパの方もよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。もし地元で健康な方、椅子の片付けをちょっと手伝っていただけるとありがたいです。そちらもよろしくお願いします。どうもありがとうございます。